マローダーはフォードが製造、マーキュリーブランドで販売していた自動車である。1963年にマーキュリーのフルサイズモデルであるモンテレーのスポーツパッケージオプションとして登場した。スラント形状のルーフを持つにドアハードトップボディは当時の水準としては優れた空力性能を持つ。これはフォード、マーキュリーがナスカーへ参戦させることを目的として、 開発を行ったからである。そして実際に1963年から1964年にかけてマローダーは姉妹車であるフォードギャラクシースポーツルーフとともにナスカーで数多くの勝利を収めた。それまでモンテレーのスポーツパッケージ扱いであったマローダーは1969年のマーキュリーフルサイズシリーズのモデルチェンジを機に独立したモデルへと昇格した。 ボディ形状は、仙台と同じくにドアハードトップでプラットフォームは、モンテレート共用。コンシールドヘッドライトを装備したフロントマスクもモンテレート共用され、リアフェンダーには、ダミーインテークやフェンダースカートなど、ラグジュアリーさを演出する装飾が施され、マーキュリーのフラグシップモデルとして位置づけられた。 トップグレードには360馬力を発生する V 型8気筒オフ 7000cc エンジンを搭載した X-100 と呼ばれるモデルが用意された。しかし売り上げの不振、マスキー法の成立などの不利な条件もあり、1970年モデルを最後に生産が中止された。2年という短いモデルライフであった。グランドマーキーの高性能バージョンとして2003年モデルから、 マローダーの名称が復活2002年9月より発売開始された。ベースであるグランドマーキスと比較してサスペンションやブレーキは強化され、また LSD が装備されたことによりハンドリングはスポーティなものとなっている。フロントに235、50ZR18、リアに245、55ZR18 のタイヤを白炭造アルミホイールが標準装備される。 エンジンは、フォードサンダーバードや、リンカーンマーク8に搭載されていたものと、同じ V 型8気筒 DOHC4600cc を搭載。ただしコールドエアインテックシステムなどを装備し、300馬力を発生する。デザインは、基本的に、グランドマーキスからメッキ装飾を配し、ヘッドライトベゼルも含め、ブラックアート化したもの。 またバンパーは専用デザインが用意され、フロントバンパーには丸型ホグランプがビルトインされているが、マーキュリーらしく派手さはない。内装もまたマーキュリーらしくホンガーシート打ち張りが採用された豪華な装備となっている。マローダー復活はマーキュリーブランドのイメージ再布上を担うモデルの一つというフォードの思惑があった。しかしその思惑とは裏腹に販売は極度の不振であり、 2代目同様に2年間で生産終了した。総生産台数は11,052台であった。2002年にはバリエーションとして2ドアコンバーチブルがコンセプトモデルとして発表された。発売は確実と目されていたものの、マローダーの販売不振により幻のモデルとなった。ありがとうございます。